とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出た装備、使っていきたいと思います。これですね、グリーンメナスですね。263です。黄金には、バーストボーストリング3がついてます。多分ね、強いと思う。まあ、これだったらば、ピンクスコンドレルの方がいいんじゃないかと思うんだけども、まあ、毒の雲がどれぐらいの効果を発揮するのか、ちょっと試してみようと思います。エンチャントは、バーストボーストリングに、クールダウンショットでしょ？で、ロールチャージと、ここをね、どっちにするかだよな。マルチショットにしとこうか。マルチショット、いや違う、連鎖反応だ。これでいきます。それではいきましょう。燃える火事場のレイリー3ですね。モブダメージが 50% 増加して、プレイヤーは輝きと、ペットの数が3に固定ですね。で、アーティファクトが羽、矢筒矢筒でいきます。で、防具がね、フルメタルですね。HP 吸収はないんだけども、黄金にヘルスシナジーがあるので、羽でぴょんぴょんするごとに HP が回復します。で、ツタノムチで、高 HP のやつを倒していく。そんな感じですね。まあ、矢筒2つなので、多分、減らないかな？矢は。若干減るな。でもまあ、途中途中で出てくるこれを使っていけば、うわ、なんかすごいね。でも、いまいちダメージは、いや、こんなもんか、こんなもんだ。いや、すごいよ、すごいよ、すごいよ。普通の敵は、バシバシ倒していけるね。防護とかついてると、若干、減りが悪いかなっていうところ。でも、余裕余裕。むちゃくちゃ余裕で勝てるわ。オッケー。これなら多分、変なエンチャントが来ない限り、問題なくいけるのではないでしょうか。まあまあ、矢筒をね、使っていくので、羽での移動が楽ですね。で、HP もまあ、ダメージ受けてね、減るには減るんだけども、ヘルスシナジーの回復量がすごいんで、全然問題ない。全く問題なく、いけますね。もちろんキャプテンは倒しながらいきます。マジか、いないかも。ここにはちょっといないかもな。探しながらいきます。中間地点過ぎましたけども、キャプテンはいる気配がない。あぶね。でもまあまあいけるよこれ。やっぱり激怒の方がねいいかなと思ったんだけども、いや、これはこれで、そこそこだけども、ダメージも稼げて、いい感じですね。特に、動きが遅い遠距離系のやつとか、そういうやつには、毒の雲が留まってダメージを、おー、危ねえ危ねえな、もう与えてくれるんでよかったんだけども、変更が来るとこれは、完全に積むね。変更には、むちゃくちゃ弱いです。変更だけはちょっと無理だね。もう。よし、OK。キャプテンいるかい？いるね。どこだ？あ、これ洞窟の中にも行かなきゃいけないタイプか。よっしゃあ。で、やっぱりね、回復量は、あれだね。ウィザーアーマーの方が、断然高いかな。ウィザーもしくは、あれ、流れ込む魂をつけてた方が間違いなさそうな気がしますね。やっぱヘルスシナジーで一発一発回復はするんだけども、一回15万なのでそう大したことないんだよね。 OK、まあ、もうちょっと探しながら行きましょう。いる、すぐいた。ちょっと待て。よし、まだいる、もしや。まだいるよ、いい感じ。よし、神秘3つ目。どこだ、なんかえらいこっちゃだ。しゃあ、
で脅威も取ります。まだいそうだね。結局キャプテンはいませんでした。で、何がついたの？モブ速度 90% と、あ、略奪者に変わるとガードストライクを持ってるな。これガードストライク意味ないでしょ。うん、結局倒さないと発動しないやつなので、あ、そうか、俺の蜂を倒したりすると発動するわけか。なるほどね。でもそんなに脅威なやつではありません。どんぐらい減らせる？あ、もう十分十分、こんぐらい減らせればもう十分よ。はい、終わり。うん、このセットいいかもしれない。ただ防具は、あ、待って、あんまり良くなかったな。うん、でもこのね、稲妻の矢筒ビルドを使うにあたっては、うん、グリーンメガスいいよ。おう、ピンクスコンノエルよりもダメージは与えれます。まあ激怒しないから敵同士で、殴り合ったりとかそういうのはないんだけどね。でもこの、遠距離の敵に関してはすごく倒しやすくなった感じがしますね。はい、ではクリアしましょう。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、新しく出てきました装備グリーンメガス使ってみました。ピンクスコーンドレルで使うよりもダメージは出せる。うん、こっちもね、悪くなかったと思いますね。エンチャントは本当にこれ理想的です。バーストボーストリングのクールダウンショットで、ロールチャージで、連鎖反応かマルチショット悩んだんだけども、これ連鎖反応の方で間違いなかったんじゃないですかね。うん、当たりだった気がする。ただ防具はフルメタルではなくてウィザーかなの方が良かった気がする。はい、まあ全然安定しましたけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。